皆さん、こんにちは。NGO 世界を見つめて進行を務めます。認定 NPO 法人 Dialogue for People 代表理事フォートジャーナリストの佐藤圭です。皆さん、よろしくお願いします。同じく担当します鎌倉幸子です。皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい。なんだか久しぶりの収録という形でちょっとドキドキしながらになりますが、鎌倉さんがちょっとお手手をお怪我されていたとか。そうなんですよ。12月に転倒しまして、はい。左手の指を骨折しましあた。らら、で、はすい。ぐですね、病院に行って何とか固定できたんですけども、やはり世界で何かあってすぐ病院に行けない人がいる。それが自然災害とか戦争って障害者が発生する一番の原因だという中で、すごいそういうことにもね、ちょっと考えさせられる、事故なのかな、でした。はい。もうこの番組も14回目を迎えますけれども、放送している間に本当に様々なことがあって、特にこの1年を振り返ると、これ収録しているのが2月になるんですけれども、ウクライナの侵攻から1年、そしてトルコ、シリアでも大災害が起きという中で、この放送を収録しております。本当に今、鎌倉さんがおっしゃってくださったこともそうですけれども、もう一国の中だけだとか、一つのトピックだけ解決すればいいということではなくて、どのようにすれば傷つかない、人々が傷つかないで安心して暮らしていける世界を作っていけるのかなという中で、本当に多くの NGO の働きが重要なものとなっていると感じています。ということで、早速ですが始めていきたいと思います。本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは、KNK 認定 NPO 法人国境なき子どもたち、広報の清水京さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしなくおき願子いです。します。はい。実は清水さんとは僕も本当にもう長い付き合いになっておりまして、また後半の方で少し触れるかなと思いますけれども、弊会のもう一人のフォトジャーナリスト、安田なつきがですね、高校生の時から KNK さんにお世話になっていたということです。で、僕自身もフォトジャーナリストの仕事を始めて、また震災の取材とかを始めた頃から、ずっと KNK さんにはお世話になっていたので、なんか改まってこうして話を聞くのもちょっと気恥ずかしい形ではありますが、どうぞよろしくお願いいたよろししくおま願いす。します。はい。では早速なんですけれども、お話を伺っていきたいと思います。昨年の2022年にですね、KNK さんを設立25周年を迎えられたということですので、その活動の歴史などを伺っていきたいと思います。で、今回初めてですね、KNK さんの名前を聞いたという方もいらっしゃると思いますので、その KNK さんの活動を始められた経緯であったり、団体としてどのようなことをやっているのか、概要をお聞かせ願えたらと思います。国境なき子どもたちは、世界の子どもたちに夢と教育の機会をという理念を持っているNGO です。ビジョンが3つありまして、子ども一人一人が教育を受け、夢を描ける社会。子ども一人一人が尊重され、安心して健やかに成長できる社会。この3つ目は、苔の子どもたちの特徴でもあるんですけれども、子どもたちがお互いの違いを認め合って、友情を育み、共に成長できる社会。この3つを目指しています。これは、日本の子供が海外に行って、で、現地の子供たちと、交流して、取材をするというプログラムなんですけれども、で、この左側にいる黒い T シャツ、ジュースという T シャツを着ている女の子は、実は安田なつきさんです。で、海外ではですね、今、6カ国で活動しているんですけれども、これはカンボジアの若者の家、また後で説明いたしますけれども、ここで子供たちを家族で一緒に過ごせないような子供たちが生活していたりします。対象の子供たちはですね、やっぱり貧困が主なんですけれども、左上の写真は路上で生活している子供の足ですね。こういった過酷な状況で生活している子供たちを保護してたりとかですね。右側はスラムエリアなんですけれども、家族はいるけれども貧困で学校に行けない子どもたちに教育を提供したりしています。で、左下のテントのところは、昨年、パキスタンで洪水があったんですけれども、そういった自然災害ですね、そういったところでも緊急支援を行っています。で、右下のこの写真は、実はシリア難民キャンプなんですけれども、紛争とか騒乱とか、そういった状況下で困難な状況にある子どもたちに対してもまた教育的な支援を行っています。
ありがとうございます。この KNK さんの共に成長するっていう言葉、僕も初めて聞いたときすごく印象に残っていたのを覚えています。今、写真でご紹介くださったように、昨年ですね、パキスタンで発生した水害の大洪水の支援も続けられているということですけれども、そちらの現地の様子をお聞かせ願いますでしょうか。はい。これ、実は湖とかではなくてですね、これもともとは畑だったんですね。それが洪水によって、こういった状況になっています。で、6月に、昨年6月にそのモンスーンの時期が、雨季が始まりまして、8月、9月に大雨の影響で浸水が始まって、大洪水が起きました。で、私がパキスタンに行ったのが12月なんですけれども、もうその時もまだこういった、浸水している地域というのは多くありました。で、被害状況なんですけれども、国土の3分の1が浸水したといっても、とても大きな災害です。で、被災者数が3300万人。パキスタンの全人口の7人に1人が被災しているという計算になります。で、被災したもやが272万6千トン。で、道路の損壊がですね、全部で距離を合わせると6700キロメートルにも及びます。で、亡くなった方が1400人にもなります。畑だけではなくて、村もですね、こういった形で浸水してしまって、未だに、家に帰れない方々が多くいます。で、家もですね、泥で作っていたりとか、こういったブロックで作っているので、雨や、こういった洪水にはちょっと脆くてですね、そういった意味でも、こういった状況で、もともと家があった場所だけれども、もう何もないような状態になっていたりしています。ここのエリアは水が引いたところなんですけれども、これでも、こういった状況がありまして、ここでまだ生活ができないので、保健の子供たちとしては、こういったテントですね、まず住む場所を提供して、で、生活の再建に向けて、やっております。これは村にもともとあった井戸なんですけれども、水質が随分悪化してしまっていて、この井戸水に塩分が多く含まれているんですね。ですので、この女の子たちは洗濯はしてるんですけれども、この井戸水を飲むことができないんですね。ですので、皆さんは、こういった桶とかを持って水を汲みに行くんですが、用水路の水を汲みに行きます。用水路の水というのはですね、右側の写真が濁っていると思うんですけれども、こういった形の泥水のようなものを、実際飲んで、今、しのいでいる状態です。で、苔の子供たちは、ソーラーで動く、ろ過システムですね。給水システムなんですけれども、これを、提供して、こういった濁った水が、きれいな水として、飲み水として、利用できるように支援をしています。で、海外に行ったときは、我々は生水を飲むなっていうのが原則なんですけれども、これ飲み水を提供している NGO として、一回飲んでみなきゃいけないだろうと思って、一応この透明のやつ飲んでみたんですけれども、翌日特に体調を壊すこともなく、実際に飲める水でした。で、子供たちの状況なんですが、学校が再開しているところもあるんですけれども、浸水して、まだ教育の部分での支援というのはまだ入っていないので、学校が再開していないところもあります。で、子供たちはもともと学校に行ってないという村も、あるんですけれども、学校に行ってた子供たちは家で宿題したりとか、勉強したりとか、前向きに、頑張っている姿も見受けられました。どうありでがすとうか？ございます。はい。今まさに水害ではないですけれども、トルコ、シリアの方で大きい地震が起きたりですね、様々なこう自然災害で日常を追われる方々のニュースって日頃からよく耳にしますけれども、今回のこのパキスタンのこの洪水、この災害ですね、今教育の分野と、あとはその飲み水の部分であったり、そのような支援のお話いただきましたけれども、他にこういう点がものすごく困ったなとか、水害ならではのすごい過酷さのようなものというのはいかがでしたでしょうか？はい、僕がですね、そのテントを設置した村に行ったときに、粉ミルクとかも実は提供したんですね。それはやっぱりその食べ物もやっぱりないので、母乳がお母さん出ないということで、赤ちゃんがだんだん痩せていってしまうということで、緊急に粉ミルクを配布したんですけれども、乳児を抱っこしているお母さんがいて、そのそばで1歳ぐらいの女の子が抱っこして抱っこしてって泣き出したんですね。で、僕自身も子供がいますので、懐かしいなと思って、ちょっと抱っこさせてくださいって言って、1歳の泣いてる女の子を抱っこしたんですけども、その時に、ちょっと匂うなと思ったんですよ。で、腕を見たら、
お漏らしをしていてですね、大きいはい。もの。実はその後、お漏らししているものを見たら、下痢だったんですね。実際その、まあ、生、あの、食べ物や衛生状況が良くないということで、まあ、子供たちが下痢の状況っていうのは話には聞いていたんですけれども、まあ、実際に、まあ、抱っこした子供も本当に下痢をしてたっていう状況が、実際ありました。まだまだやっぱりそういう場所だと、冒頭の鎌倉さんのお話でもあったんですけれども、ちょっとした怪我をしたりだとか、あとは少し体調を崩したりっていうことが、いろいろなインフラの欠如がいきなりもう命の危機につながったりということもあったりするということですね。ありがとうございます。今、災害救援支援などのお話を聞いてきたんですけれども、KNK さんが様々に行われている事業の中で、若者の家というプログラムがあると聞きました。で、そちら、非常に清水さんとしても印象深いエピソードがあるということですので、そちらもお聞かせください。はい。二人の子供が出てきますが、まあ、皆さんですね、右側の男の子と、まあ、左側の女の子、どちらか一人だけを支援するとなった場合は、どちらの子供を支援するでしょうか？枕さんどうですか？そうですね。パッと見たら、やはりこう、女の子の方を応援するかもしれないです。写真見るとこうね、男の子は元気そうな笑顔を見せてますけど、女の子はちょっと沈んだ表情をしてるので、パッと見だと私、女の子を支援するかなと思いました。はい。やっぱりパッと見、そうですよね。左側の女の子の方は年齢も低いですし、やっぱりその、どちらか一人しか支援ができない、選ばなきゃいけないってなった場合は、どうしてもその、弱い立場にいる子供たちを支援するというのは当然のことだと思います。ただ、多くの人、すべての人が、この女の子を支援した場合に、右側の男の子はじゃあ誰が支援するんだろうっていう疑問になってきます。で、私どももこういったそのいろんなその支援活動は、いろんな団体さんや国々がやっていく中で、なかなか支援を受けられない子供がいるという現状が分かって、じゃあ、起きない子供たちは、この右上の男の子を支援しようということで、支援、活動が開始しました。これがカンボジアの若者の家というものなんですけれども、この若者の家は15歳以上の子供たちを受け入れています。この15歳以上というのは、他のこういった支援施設では、もう支援を打ち切られてしまうような年齢がだいたい15、6歳なんですね。で、小さい子供を受け入れるために、まあ、支援をしていて、ただ、その中で子供たちは成長していきますので、小さい子供たちを優先してどん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 受け入れた場合に、まあ、その施設がいっぱいいっぱいになってしまうので、ある程度の年齢になったら出て行ってもらわなければいけないという現状がありました。ただ、そういった子供たちが、施設を出て自立できるかというとなかなかできないので、ね、国内の子供たちが、こういった15、6歳以上の子供たちを支援しようということで若者の家が始まりました。で、この若者の家では子供たちが安心して生活ができるように、衣食住ですね。これはご飯食べているところですけれども、提供して、で、安心して生活ができる。明日、何を食べるんだろうという心配がしないで済む。当たり前の生活ができる状態になって初めて学校に行ったりとか勉強したりとか自分の明日のことを考える余裕ができるので、まあ、そこ若者の家から公立学校に通ったりします。ただ、もともと学校に通えなかったような子どもたちもいますので、そういった子どもたちはこの若者の家の中で、まあ、識字の勉強だったり補習の勉強だったり、学校についていけない子どもたちはこの若者の家の中でも勉強したりすることができます。これは職業訓練ですね。若者の家から学校に通うといっても、例えば15、6歳で小学生という子供たちもいます。そうなった場合に、自分が小学校、中学校、高校を卒業するときに何歳になるんだろう。それを考えると、なかなか学校をつ、あの続けることって難しいんですね。で、そういった子供たちは、職業訓練を提供することによって、技術を身につけて、自分が自立ができるような、そういった支援も行っています。この子はバイク修理ですね。女の子は美容の、ヘアドレッサーとか、ネイルとか、そういった美容系の、職業訓練とかもあります。で、若者の家に来る前はどういった生活をしてたかというと、これは今の、男の子の実家なんですけれども、まあ、もちろんガスも水道もないお家で生活はしています。
で、この生活の様子、一緒に見たんですけれども、まあ、薪でお料理を作るんですね。で、水道がないので、大きな釜の亀の中に雨水を溜めて、それを、お料理で、飲食に使っています。食べ物はどうするのかというと、まあ、その辺にある本当に草を取って食べたりとか、あとはそのタンパク質ですごく、カタツムリとか小動物を捕まえて食べたりしているというふうに言っていました。ですので、こういった生活をしていると、日々の生活に追われて学校に行くということがなかなかできないので、この男の子は若者に行って、教育を受けながら職業訓練とかをするということに言っています。ありがとうございます。様々にこうした自立支援活動などに携わられているということですけど、そのはい。中でのこう印象に残った出会いであったり、エピソードなども聞かせください。はい。今、見えてる男の子は、ロー君っていう、男の子なんですが、左側が若者の家に来たばっかり、15歳ですね。2003年です、当時。で、右側が、もう若者の家を卒業して、2018年に、まだ出会った時は30歳だったんですけれども、ロー君ですね。で、今何をやってるかというと、実はカンボジア、アンコールワットは世界遺産で有名ですけれども、そこの公式の観光ガイドをしています。で、この観光ガイドをするには、まあ、国家試験のようなものを受けなければいけなくてですね、彼の場合は、英語とドイツ語とタイ語の、資格を持っていて、この3カ国語で、観光客に、案内をしています。で、どういった背景があるかというと、ロー君は、両親が離婚して生活が苦しくなったんですね。で、彼が12歳の時に、タイのバンコクに行って、まあ、出稼ぎといった形で働き始めました。ただ、タイに行ってもパスポートを持っていくわけではないので、不法侵入で、不法滞在で捕まってしまったんですね、警察に。で、収容所に入れられて、で、しばらくそこで、生活をしなければいけない。で、その後にカンボジアに強制送還された後に、若者の家に出会って、生活することができました。で、若者の家では衣食住、教育を提供する、しているというふうに、口で言うのは簡単なんですけれども、ただ、そこにいる子供たちというのは、よっぽどの努力をしないと、なかなかその教育を続けるということはできないんですね。先ほどもその小学校に入ったとしても、それを続けることはやっぱり難しいですし、みんなと同じようなことをしていたら、なかなか卒業することもできないので、学校に行く前、朝早く起きて勉強して、学校に行って、また帰ってきてから夜遅くまで勉強するというのを毎日続けていました。で、若者の家を卒業する子には高校を卒業できて、で、大学も、奨学金を得て、通うことができたんですね。で、それで一生懸命勉強して、で、観光ガイドという立派な仕事に就くことができました。そういった子供たちの、ロー君以外にも多く、いて、年数的にはもう15年ぐらいの付き合いありますけれども、そういった子供たちを支援しながら、僕たちも支援っていう言葉ですと、ちょっと冷たい感じはするんですけれども、こういった多くの子供たちとのお付き合いというのをずっとしています。ありがとうございます。はい。先ほど緊急支援の現場の写真も見せていただきましたけれども、まあ、このように自立を支えるという10年以上のこう関係性を持って活動してきたからこそ、こうした写真の笑顔が見れるんじゃないのかなと僕自身も感じました。鎌倉さん、ここまでお話伺っていてどうですか？はい、清水さん、ありがとうございます。いや、先ほどですね、やっぱりどっちの子供を支援で選ぶかっていうので、まあ、小さい女の子を私選んだんですけども、やはりそういう中で、こう、支援の集中、多分小さくて女の子で、で、もちろん、ね、ニーズは大きくあるんでしょうけど、そこから私たち、こう、漏れてしまってる、その目を向けてない、やはり人たちがたくさんいるんだなというのを改めて感じました。また、緊急救援のお話最初聞いて、そういう、今日明日の活動というのは、もちろん命を守るのも大切ですけども、やはりこう、15年以上のロー君との付き合いみたいな中で、一人の、やはり人をですね、支えて、そして、まあ、自立していく上ではですね、やはりこう、長い時間が必要なんだなと改めて感じましたし、それをすごいやっぱり私たちを支えないとなと強く感じました。ロー君の笑顔がですね、その全ての成果を物語ってるなと思いながら聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。様々に国境なき子どもたちの活動を見させていただきましたけれども、時間が迫ってまいりましたので、前半はこれにて終了したいと思います。で、後半はですね、前半でもちょっとお話したんですけれども、まあ、D4P の安田なつきも高校生の時に友情のレポーターという形で KNK さんに関わらせていただいていました。そうしたお話などもまた後半聞けたらなと思います。また清水さんがなぜこのような業界に進まれたのか、そうした内面も鎌倉さんに鋭く切り込んでいただこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。